土持氏は平安時代末期から戦国時代前期にかけて日向国北部を中心に勢力を有した一族。現在の延岡市近辺を中心とした県土持氏と現在の高鍋町付近を活躍の場とした高鍋土持氏が有力であった。三つ割りはかまず、東花という資料が多く見られるが、原出点は不明。逆に、子孫には、 左三つどもへの変化系の家門が参見され、土持七当書府という資料には、もともとの幕門は、筆光に、切り門であったが、室町幕府の要請により、左ともえに、二匹両に改められた。とあるそうで、当花の記載はない。土持氏と、当花につながりを求める場合、当花門が、くげ。 藤原氏ホッケに多く見られる門であり、宮崎県指定有形文化財の金剛寺文書2404年頃に土持町営が回帰の花山院殿夫人に水田を起進とあり、この人物は藤原ホッケの系列。ただし、火山の院家の家門は峠ではない。古くは平安時代にその名を確認できる日向国の松円領主。県土持氏については十九世紀に、 白青年によって編纂された、延べ領予感などにその来歴が記されている。物延べ生田辺氏の一族から分かれたと見られている。土持氏は、宇佐八幡宮の社人とされる。日向国北部の宇木軍を中心として広く開発された、宇佐宮領の弁裁氏、あるいは佐木軍事として、勢力を伸長させ、12世紀以降、日向の有力な草壁氏との遠赤関係を強める。 ことで、日向の在国主食や、その他奈良時代以来の伝統を持つ草壁氏の権益のすべてを獲得した。土持の名の由来については、金明天皇32年、宇佐八万宮を造営する際に、田辺宿根じき儀が土を盛るのにその袖でくるんで持ち運んだところ、これが崩れなかったのを金明帝に褒められ、土持姓を賜ったと言われる。一族の最盛期は、 太郎土持信綱を当主とする平安末のこと。土持七党と呼ばれ、県、宝部、大塚、清水、戸の郡、宇流の帯に勢力を誇った。引き続き、鎌倉時代になると、幕府御家人として、宇佐ぐう荘における、自投職を廃した。によると、薄木軍内潮見三十五町、富高三十町、岡富小八十町、高知美、斜八町、 三宅号20丁、美濃号40丁、マ瀬田八丁、右松穂田城ろ25丁、小湯郡内国分寺殿20丁、宝本寺田20丁、二次殿10町、安寧寺田10町、中郡新名詰別府80丁、宮崎郡内国府本号240丁、今泉30丁、中200町、田島派40丁、袋15丁、佐戸原15丁、梅木30丁、 新田八十町、下戸田百三十町、北北郷七十町、鹿野田郷五十町と大井に百五十町。以上が千綱の自動職の地であると記されている。県務の申請の頃には、経緯は不明であるが、一族の国綱、忠綱、諸行、国坂へらが経緯に出向いていたところ、戦闘が発生。足利側として三人し、全二者が大当たりにて、 残る二者は、天皇側が刑を再占領した二日後の戦闘にて、戦死したという記録がある。によると、佐抜で旗揚げした細川忠自然が、九州、四国勢を率いて1336年1月に刑に来ているが、これは山崎にて戦闘を行っており、大当たりにて戦っているのは、高氏の軍である。故に、いつ合流したものか全く不明。 これらに対し4月になって、足利高氏から友綱に、宇流の西別府を、国坂へのこの被災に、検証の半分自動職を、被災のこの定綱に、宮崎軍地内を与えたそうである。なお、柿系図のの代が、兼務総統であり、日向守護代、大隅守護代の職を保持していた時代でもあるから、その関係で刑に行った可能性が高い。同時に、国坂へのこの被災が、 この時初めて公式に検証の半分自投職に認じられたことから、土持宗家は剣道持ち家として成立したと言える。文献上も以前は岡富殿であったことが知られている。なお、改めて刑符を見ると、国境のこの被災とは、刑符上、久しずなとある人物が該当すると思われるが、実際上、栄戦が剣、土持ちを成立させているので、 このあたりの系譜には注意を要する。土持氏の歴史を語るのに伊藤氏を外すことはできない。当初、日向に地盤を持たない伊藤氏は、地元の有力者である土持氏と婚姻関係を積み重ね日向に浸透していった。有力な武将を必要とした土持氏の側もこれを歓迎した。特に帰すると、伊藤有律。 遊行の親子はいずれも土持氏の娘を妻とし、遊行の長女は土持西門行行の妻となり、遊行の嫡男、遊国は土持矢次郎絶名の娘を妻としている。南北朝時代に入り、官能の上乱が起きると、日向守護職に部任されていた畠山直明は足利忠義側になったため、その配下と言える立場にいた漁師は、 一族の分裂などが発生し、本家は双方武家方として協力しながら、反乱分子の鎮定に奔走した。強い同盟関係にあった漁氏であるが、今川漁春の下校に伴い、島津氏久が事情により離反すると、その命により島津氏と対峙することになるのであるが、この際、どうやら漁春は、功績のあった方に日向守護職の地位を与えるかのような風を装い、 競争をさせることで早期の鎮圧を狙ったようだ。なお、この時点で、ウリュウの土持氏は生をウリュウのと改めている上に、伊藤氏に下っていることが分かっている。確かにこうおそうし、日向は一度は平穏を取り戻した。しかし競争関係を持たされた漁師の関係は、冷却化し、同時に伊藤友行が同族を討伐し集権化、勢力を伸長し出したことにより、 徐々に剣悪化。総領である県土持氏は、井上城、西海城、松尾城と次々に城を築き、県地方で勢力を固めこれに対抗した。土持氏全体としても、伊藤遊行に一門の子を養子として送り込む、ことなどを目指したが失敗している。1451年、伊藤遊行が幕府より日向平定の月城をもらおうと工作したため、関係は、 完全に崩壊。宝部土持氏の土持影綱と、県土持氏の土持信綱は、1457年、小波川の合戦にて、伊藤有行と合戦に及ぶが、宝部土持氏の有力武将、土持金綱な,など複数が戦死し、敗北。宝部土持氏は没落した。この際、伊東家の記録では、宝部、高木、日地屋、 角川、ニーナ、の、別府、山三院、田代、新門が、伊藤氏の支配下になり、宝部土持投手は、ニーナ爪に、馬資料という、名の捨て淵60丁をもらって筆測したという。以後、他の土持氏も、島津氏や伊藤氏などに急合されていった、は、伊藤氏の家臣となった。島津氏の記録を見ると、島津貞久時代には、土持英佐だ。 坂井優の二名が、島津氏久時代は、土持英勝が少し離れて、島津勝久時代には、土持成功がそれぞれ過労職であったことが見て取れる。彼らの名は、一族本流の中には見て取ることができない。ただし、土持英勝は、県土持死亡大当主、土持国綱の直系の土持自衛の子であり、欧英、英和の頃の人物として、記録に見ることができる。 ここで、注視すべきは、大隅守護大職である。守護大職は通例、その国の在地の有力者が認じられるものである。よって、いずれかの一族が、大隅の有力者であったと考えられるのであるが、霧島の東にも、宝部との地名があり、これはかつて大隅が日向に含まれていたことにより、最大の荘園であった島図像と、同様、 宝部里が後年分かれることになった地域をまたいでいたことによる。そして、宝部城の所在地は、荘園としては、ニーロインであり、本来の領主は、ニーロ市である以上、宝部土持氏が横領したことにより後に宝部と呼ばれるようになった可能性が高く、この自由により、坂江邸は、大隅の宝部も領していた土持氏、すなわち宝部土持氏であったものと推測できる。 なお、同地を含む総軍の地の一部で、後年、一時、土持高綱が、自動職を務めている。残った、宗家県土持氏も、伊東氏との対抗のため、文後において、大勢力となった大友氏に侵入し、また、伊東氏の背後を脅かしていた島津氏とも、名を結び、戦国時代の後期まで、その名脈を保った。しかしながら、 1577年島津市が日向に進行して伊東市を敗走させると大友市、島津市の直接対決の様相となり、1578年、島津市洋劇のため、日向入りした大友総林は、4月10日、当主、土持ち近重を松尾城に攻め滅ぼし、700年の名門県土持市の名脈は断たれた。江戸時代、 土持氏は概ね島津氏家臣としていくつかの家が存続している。によれば、教法から遠京の頃の人物で土持新八栄帝という名を見ることができるが、先祖は親親の孫、親善であり、栄心を要祖父としているという。法暦5年の島津家文元帳には湘南土役並みに、同じく土持新八の名が見られるのだが、少々時代に隔絶がある上に、 国高が18国とあるので考察を要する。同資料には、目付として、土持平衛門、229国を見ることができる。下って、文政7年のには、お広敷き番頭、土持さざえ門、山奉行、土持長蔵の名が見える。当然、幕末の薩摩に、土持生の獅子を見つけることができる。西郷隆盛の義兄亭として知られる、土持正てるは、 沖の選ぶ島の人である。また、薩摩藩外城部隊、二番隊隊長として、土持武志士郎がおり、その他にも、土持佐平太、土持直五郎などの名を参見することができる。藩霊太船は、実施、細船、矢印は用紙。田辺宿根時期、土持信号の部密新村乗綱、総綱、千綱、東立奈県、 土持、もち、月な宝別、土持、つちもち、ただつな長綱つなひでつな、ひかりつな、ひろつなともつな、綱ょこうじょこう。せいこうさかえつなときつなついつな。くつなこくえなおつなじしなひさつなただつなちかつなしげな。じえよりのぶさだつなつな。かつよりのぶのぶひろきつなおきつなさだつな。

宗うつな摩擦なえもに豊かずな。高信親ぶおやしんしんむしんううねじめ右根川上久光み,みつま、ちかなてるつな綱なの立つな。それがし久し、主ゅう、つな秀でつな佐だつなかんな。しん松つな時こやつな。家つな。大塚清水土持氏は、県土持氏から派生し、帯雨う,うの土持氏は、 高鍋土持氏から派生したという。殿のこ土持氏は不明。系府にはあえて主お及びその順は無記入。基本的に、県土持氏の当主が全体の総領であるとはいえ、自衛、英活の時代は明らかに本拠は大塚であり、また、英活が重要な役職にあった点から、その時点での総領家は大塚土持氏であり、全体として、 第何代の当主という記述に矛盾が発生することによる。英活に関して言えば英徳4年5月1日、今川良春が大塚別府を本領として安堵する。との胸の文書がに残されており、間違いなく大塚土持氏と呼んで構わないと思われる。次に、英徳年間、兼領主、信弘が抜氏の染めを高来や真白上司としたのをもって、 宮崎土持氏の始まりという記述があるのであるが、系府上誰に当てはまるのかが不明である。城の所在地からすると、この宮崎土持氏はすなわち大塚土持氏と同義である可能性は非常に高いのではあるが、持て始まりとの記述には反してしまう。系府上、京綱は宝部土持氏の秀綱の系府に連なる人物であるというだけで、 重みつなの子孫であるという意味ではない。ありがとうございます。